Hey yo! キャンツマッシュ！実際今日ね、やっていくんですけども、今日はですね、ジャイです。はい、今日もジャイです。はい、ということで、まあ、やはりこの時期はね、ぶっ壊れているといったところで使っていこうと思います。ミステリーボックスは、案の定何もなくてといったところですね。いや、昨日の CRL の結果いっちゃうんで、10秒飛ばしてくださいね。いきますよ。1位がモハメド・ライト、そして2位がター、3位が麦といったところで、いや、ターがゴルチケね、食い下がり、ライトがもうすでに持ってるので、ターが世界大会出場と。いやー、よかったよなー、マジで。で、ライトが、ライトしか使わない、そのなんか、高回転プリンセスディガポイだったり、枯渇ポイズンみたいなのもあったんだけど、それってマジでライトが上手かったっていう感じだったんだね。なので、俺はおとなしくジャイを使います。はい。いやでもターがね、マジで結果出してくれたの嬉しかったなぁ。マジで嬉しい。これはトリトンで引っ張ってあげて。結構こっから処理できるのでかいな。で、まぁ、ヤナメ使いつつ、相手結構ね、使ってくれたのでここは OK でしょう。ボーラーババウィズボーラーババダクネザップ、まあジャイ出すか。リトプリあるしね。まあこれは角度が変わるので、こんな感じで処理しつつ、オッケー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 、まあザップ打たれるけど、まあまあイチャコラしてね、一旦ステイ。いや、ババ突破に絶対ウィズは必要で、突っ込みたいね。ファイブザップね。いや、まあここまで行くしかないな。スキル。で、タゲは変わんなくて、はい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 、まあダメージとしてはいい感じに入ったね。もう一回無限にかなこれ。ボーラーから来るかババから来るかだな。こうなるな。ザップ使いつつ、これ防衛ボイドでいっか。マジで強いよな、これ。このデッキ。突破される気がしないもんね。え、ジャイ出すじゃん。で、スキル使うじゃん。返ってこない。でもこれ進化ザップで。はい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 。ズドーン！強っ！マジで強い。このデッキを弱体化しないといけない。まあ、ってなるとね、どこをいじるか問題なんだよな。まあ、俺個人的にやっぱ、でもトリトン、いや、なんか、なんだろうな、リトプリはもう下げたところで結局コストうんぬんだし、代用も効くし、まあ、ウィズはそこまでだし、なんか、ダガガールとトリトンやな、とにかく。ダガガールとトリトンが悪さしてる気がする。さあ、ゴーストは、まあ、ウィザードで受けようかな。しょっぱいけど。まあ、リトプリまで出してあげて。まあ、これはスキル打ちましょう。危ねー。
やボイド歌うとなこれ。マジでやりました。ノックバックを何も考えてないボイドにより死亡です。グッドゲーム。もうやっちまったよ。やってしまった。フェニの爆破でボイドがジュンってなっちまった。いやー、ジャイ受けでもよかったな。ペッカ浅かった俺が。まあケツジャイしようか。ボイドだよね。ボイザだよな多分。全然まくれないことはないな。ガーディアンか。これで入んないもんね。うわー、ペッコーに1本取られたらマジでしょっぱい。まあ、ウィザード出して。守るものの、まあ、微妙っちゃ微妙だよな。いやー、しょっぱいなー。これはもう、敗北で。多分最初のジャイに、ペッカに対して、ジャイ受けしてたら、そのままカウンターでワッショイだったな。まあこれ GG ですね。くー、ペッカ工場はね、ちゃんと勝てる判定なんだよね。だからこういうような動きをして、まあこれ進化工場だから今回あれだけど、まあこういう感じで受けて、みたいなね、フェニックス左出して、みたいな感じで、持ってきたかったね。ちょっとボイドをミスったのちょっとしょっぱかったな。しっかりとボイドを打つべきとこに打たないといけねえ。よし、もう使い続けるしかない。もうこれしかない。取るわけはとにかく1デッキで負けても勝っても学びながら進んでいくしかない。さあ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 、ここら辺のトロフィーでこんなマッチングしないことありますか？早く行かせてください、俺教えに。さあ来ました、よろしく。まあ、初手ケツジャイもまあ悪くはないんだよな。ただ待ったっていい。まあ、ウィズ出すか。エレジャイでワンパンが嫌すぎるな。これはリトプリで守ってあげて、まあこれ一回ここ何か使わせてケツジャイからでもいいな。矢の雨打ってもよかった。こっからもフルで形組んでかな。まあボイド打ってあげて、でここから防衛は、まあ、ダガーガールに全部お願いして、オッケーオッケー、これが杖。さすがにこれさ、エリねえだろ。いでペッカ切ってそんなヤンキーの攻めしたらボーラーしかないよね。ボーラーはジャイを止めれません。タコ殴りです、こんなん。オッケー、もう流れができてるよ、こっちの。正解です。あなたは罪です。
ツアップ打ってキングキドもしてるしな。まあ呪文だけで削ぎに行ってもいいし、難しいところではあるが、どうしようかな。決まった、強っ。もうこのデッキです。もう誰に何と言われようが今はこのデッキ勝ち手なら、勝ち手なら逃げげ、みんなジャイだ。そのなんだろうな、簡単だし、一番環境でなんかもうこれ無理ってやつは捨てればいいから、まあ、一応無理度で言うとそうだな、迫撃スケラはちょっときついイメージある。まああとドリルか、その2点は捨てて、あと全部2勝つみたいな感じかな。ボンバー。いやー、この3スペアをどう回していくかっていうのがちょっと難しいよな。俺はちょっと呪文を打たなすぎる癖が人銀時からあるから。ボイドボンバーか。打つものの結局なんだよな。まあ、こうかな。ペニを刺しに行く。ザップ使いつつフェニ刺して、オッケー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 。相手苦しそう。いやー、リトプリスキル使ってきたらトリトンだな。使わないと思うけど、ウィズ出してボイド来たらトリトンからのジャイ。まあ、ちょっとねこれ難しかったけど、普通にキングに入れたのは俺のミスなんだけど、まあダメージ稼げればいいかなっていう浅はかな考えでした。今のね読みとしてはめっちゃあってたからね。前じゃないな、これ後ろだな。進化ザップで今度は持ってけるから、で処理しながら、ボイド使って、OK。よし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 。まあいうトリトン読み先打ちボイドからのザップとかも、まあもうそれしか。止めれる方法ないでしょって時は、まあやってよさそうだなっていう。ただキングに巻き込まないようにしてください。キングに巻き込むとね、そもそも飛ばせねえしみたいな感じになるけど、まあ起動されても、まあ、別に
5秒すかが結局みたいなところで、まあ、基本はね、攻めていきましょう。で、まあなんか、球折れるんだけど、タイブレーカーでも全然か。そこはちょっと状況に応じてかな。これは、スキグマで打ってあげて。ドリルポイズンね。ニアド取った。多分テスラかな。インフェはそんなないと思うんだよな、ドリグで。なんで一旦2倍タイム前に決めに行くという顔で。出た。出た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 。そういう系のやつだ。いやー通らんねー、これは。どうしようか、2倍まで耐えようか。うん、2倍タイムまで耐えないといけないんだけど、クソ高回転に対してどう立ち向かっていくかだな。とりあえずこれマジで2倍タイム、3倍タイムで、なんか両サイ組む感じかな、ジャイ。ケツジャイからの、いや、あれしないと多分無理だな。前プリもケア。ポイズンね。まあザップどっちでもだろうけどな、今のは。でウィズからの、まあ、こっから始まる物語がありそう。 OK、 こっからやね。アドは取った。こうかな。こう。オッケー。いやー、めっちゃいい。こんな感じやね。こういうインフェ系相手は。まあ相手が結構やんちゃに攻めてきた部分もあったんだけど、欠陥して、その突破できる形が来るまで、まあ待つ。主にまあ進化ザップだったりかな。さっきボイドやってたら多分今、守られてたから。進化ザップから2周目じゃい。うん、今のは結構良かったね。いい攻め方ができたなと思ってる。ザップザップ。ミラー対決がいっちゃいないよな、まあ。まあボイドはいるだろうな。まあ、ザップ先切っとくか。今のもな、難しいな。トリトン使わずして、ユニット詰め詰めでもよかったんかな。悩む。
であれば、ここは一旦こうか。いやー、このガーディアン強くそむず今の。いやまあボイド短期で抜かれてんのがちょっとめっちゃムカつくよな。ちょマクロ砲考えよう。進化ボンバーね、これ相手今回。全部終わってるわ。いやーいやーなんかねー、くっそ、いやー普通にしてやられたな。トリトン雑に後ろつけるのちょっと強そうだな。